このライナイと言われてた妊娠に関する動物実験あったということで、ドクターの方が YouTube に上げてましたので、まあ、読ませていただきました。そういうね、影響はないと、女性が妊娠しやすいしにくいに、影響はないと。ラットにおいては生まれる出生後および出生前胎児ですねにおける発達発育に影響はなかったと。ファイザー打ってもね、そういう動物実験、やったのがオンラインで発表されたのは5月28日最近のことなんですね。でなんでこういうことをやったかって言ってるのは、これが発表した時には臨床治験では妊婦さんに対する安全性有効性、抗体価とかね、ちゃんと赤ちゃん育つかというのはそういう実験はなされてなかった、治験がなかったと、あらゆる種類のものでなかったと、ファイザーだけじゃないやと。しかしファイザーはもう現在進行形で行われてますよと。臨床治験に入る前に動物実験でワクチンや、ね、薬の安全性を確かめておかなきゃいかんと、人間の治験を行う前にというふうに、まあ、ICH という団体と WHO のガイドラインが言ってるわけですね。ワクチン、妊婦さんにね、臨床治験を行う前に、動物実験を、まあ、やることを進めてる、期待してますよと。この文献は何を報告しているかというと、赤ちゃんが妊娠して育つかどうかという毒性を動物実験でやり方結果を示してますよと。でその結果ファイザーワクチンを妊婦さんに臨床治験を開始にあたって、まあ、これが必要なんじゃないですかと、ということで、まあ、同時並行的に行われてますね。まあ、短期間でラットっていうのは妊娠が終わっちゃうみたいで、30マイクロ人間に打つ量と同じだけ打ってるんですね。でそれ300倍に相当するそうです。オスメス一緒にする14日前と21日前にそれぞれ30マイクロ大量に打って、で抗体価調べて抗体は上がってます。で妊娠中もね、一番危険と思われる気管形成期、人間であれば12週までなんですが、危ない時に打って、まあ、危険になってないかとか調べてね。で出産前にもね、解剖する、半分解剖するんですけど、まあ、打って、これ授乳でね、授乳の影響がないかどうか調べると思うんですね。で抗体価調べて、で授乳で育てて、21日目、解剖して、抗体あるよと。で抗体価はもうバッチリあります。メイティングする前ですね。でメイティングした後、胎児にもあるし、母親にもあると。で出産後母親にも胎児にも抗体が行くんですね、胎盤を透過してね。で44匹ずつコントロールとファイザーワクチンでやって、43匹コントロール、ワクチンは42匹に妊娠しました。帝王切開21匹ずつですね。で 13.2 匹平均で 13.1 匹、こんなに赤ちゃん産むんですね。277匹ですね。親が21、親が21で276匹赤ちゃん。でこれは他のね、今までの奇形の発生率、こういう実験でね。でつらつらつらって書いてあって、まあ有意差ないよと。特にね、奇形になっていることはありませんと。21日目、出産後ですね、まあ、授乳が終わって赤ちゃんには、まあ、解剖して、各臓器肉眼的に見てね、特に奇形はなかったと。コントロール、あとワクチン打った方、ワクチン打った方はちょっと1匹、妊娠しなかったので少ないんですけれども、13.3 匹、13.1 匹産んでますよと。で生きてるのが 13.0 匹で、13.0 匹、ちょっと少ない、5匹と10匹、お亡くなりになってるんですけれども、まあ、死産ですね、死産の数が10匹、5匹、死産はむしろ生殖の方が多かったです。で死産の危険性もないよと。で結果は赤ちゃん、胎児、それが生まれた後の生存率、成長、発達、授乳が終わるまでなかったと。まあ、赤ちゃんまで大丈夫ですよと。なんか耳がね、閉じてたのが広がるとかね、目が開くとか、音に対する反応とかね、瞳孔反応とかね、まあ、全部正常。ワクチン打ってもね、コントロールも発育も正常でしたということです。だから全く動物実験では問題ないと。まあ、だからね、いいですよというわけじゃなくて、だから人間でのね、治験を始めてもいいよということで、まあ、人間での治験はまだ行われてないんですけど、現実にね、まあ、妊婦さん危険なんでね、リスクが高いんですよ。循環血液量とか増えて肺にもむくみやすいとか肺炎になりやすいでしょうから、あと免疫状態も変わってますからね。そういうことで実際にもう
打たれちゃってるわけですね。でアメリカで大体 OK と。ただこれからね、妊活の方はちょっとわからない状態だったと思うんですけれども、妊活に関しても動物実験では OK と。でこれから妊活、これから妊娠される方の人間でのね治験も、まあ、行ってもこれでいいんでないですかという準備が整ったと、そういう段階なんですね。でこれがまあ妊婦さん、これから妊活される方、どうかなどうかなって考えている方のね参考になればと思いました。